グレンエルギン上流所ホワイトホースとは、スコッチウイスキーの銘柄。キーモルトは、アイラモルトのラガブーリン。他に、オルトモア・クラインゲラキングレンエルギンなどの、スペーサイドモルトの風味が加わる。味に、甘みがあり、特に、日本市場先売品となる、ホワイトホース12年は、ストレートが嫌いな人でも飲みやすいブレンドとなっている。ホワイトホースは1881年に、 ブレンダーにして起業家のピーター・マッキーによって立ち上げられたブランドである。ホワイトホースの名前はマッキーの家の近所であり、エディンバラ城にほど近いスコットランド軍の酒場県城宿であった白馬邸に由来する。発売当初のブランド名はホワイトホースセラーだったが、1960年頃にセラーの文字が消滅し、ホワイトホースとなった。ラベルの白馬は、 白馬亭の看板を描いたもので、下に刻まれた1742は白馬亭の創業年である。この旗子は当時のエディンバラの文人が集う場所として知られ、1745年のジャコバイト放棄の際にチャールズ・エドワード・スチュアートの支持者が集った場所として、スコットランドの人々にとって自由と独立の象徴であったとされる。 1926年に発明されたスクリューキャップをウイスキーボトルに初めて導入して売り上げを飛躍的に伸ばし最盛期には年間200万ケース以上を出荷した。1908年に英国王室御用達。日本では2009年10月からディアジオとの業務提携に伴いキリンディアジオが輸入代行をキリンビールが輸入販売をそれぞれ行っているが、 以前は長年にわたり、ジャーディンワインズスピリッツが販売総代理店をしていた。日本国内でも白馬が野原を駆け抜ける映像の CM が放送されていたが、近年の日本国内におけるハイボールを中心としたウイスキーブームが追い風となり、2018年7月より日本国内でホワイトホースハイボール缶が発売されたのに伴い、俳優の 小田切城を起用した CM の放送が再開された。ありがとうございます。